皆さん、こんばんは。たまラジオ。ということで、第12回たまラジオ。まあね、とうとうここまで来たでっていう話だな。まあまさかね、こう12回まで来るとはっていう。まあ、12回はね、超えるつもりではあったんだけど、なんていうのかな。なんだかんだ言って月1配信と言いながらの、まあね、月2配信ぐらいに、まあ、なりつつあるというところで。まあね、基本的には月1配信でいきますが、まあ、いろいろと、質問等が立て込んだ場合はね、まあ、月2配信で、いきたいと思います。っていう感じでね、まあ、第12回、たまラジオ、まあ、やっていきたいと思います。まあね、今回のたまラジオに関しては、聴取率が、まあ、どこまで伸びてるのかっていうね、感じはね、非常によく、ね、するというか、今までコメントを くれてた人ではない人たちはね、最近よくコメントやメッセージ、メール等をね、くれるようになりました。本当にありがとうございます。まあ、なんというかね、どうだろう、最近、日本史アニメのね、テーマがえらいこう、羅刹みたいになんかちょっとこう、とんでもない感じになっているので、まあそういう意味でもね、なんか、どんどんね、離れていってるんではないかと、ウェブ玉塾にね、見切りをつけていってる、特に女性陣がね、なんか、すごい気になるところだけど、どうなんだろう、大丈夫なのかな。っていう、まあそんなわけで、まあとりあえずね、今日のおつまみを、いってみたいと思います。じゃあ、わすごい。炭酸がすごいな。ああ、うまい。いいよね、本当に。やっぱね、こうラジオの時にはたまにしかやらないからね、ちょっとこう贅沢に行きたいと思います。まあなんだかんだ言ってるうちにね、まあ2分3分と過ぎておりますので、早速お便り、お便りの方を、どんどんとね、紹介していきたいと思います。これは、ペンネームで行きたいんだけど、メッセージでくれてるから、これはどうなんだろうな。多分もしかすると、あんまりね、名前を公表されたくないのかなと思いますので、まあじゃあ、一応仮名で、ペンネームって言うんかな。まあ、ペンネーム、ラジオネームかな。にゃんこさん、仮名ということで、まあ本人にはね、なんとなく私のことかなというのが分かってくれればね、いいのかなということで、まあそれらしい仮名をね、つけましたけど、素晴らしい。これね、すごい、方ですね。なんていうかな。主婦の方で、高卒認定を勉強されてると。ほんとすごいよね。俺とかなんかもうほんと部活のためにね、高校行って。なんていうのかな、もう、なんか高校の資格なんかおまけみたいな気分でね、行ってたんだけど、やっぱりこう、本当に、やっぱしっかりと高卒取りたい。ね、認定を取りたいって。やっぱね、大人になって勉強するってほんと大変だからね。やっぱり、そういう意味でもね、なんていうかな。高卒認定を狙ってる人たちっていうのはやっぱね、計り知れない大変さっていうのがね、やっぱあると思います。これね。で、実際やっぱね、勉強で苦しんでる部分もあるみたいなね。中学校の頃から復習もしたこと ほとんどなし、授業にも、つまずいたところからわからなくなり、先生何言ってるのという状態でした。なので、今、英語の単語を覚えるために高卒のやつをやってはいるのですが、すぐに全然覚えられてないって前向きになれず、ただ義務のようにやっているので楽しくないです。そして、世界史も手をつけれてない状態。玉先生、なんとかカツを入れてください。っていうことですけどね。カツって感じだね。もうね。いやー、でもね、これはカツってね。まあ、とりあえず言ってみたけど。これはね、でもやっぱね、俺偉いと思うんだよね。本当に、むしろ。やっぱね、学校の環境っていうのはね、やっぱ嫌でも、例えばテスト前の1日はね、徹夜してみるとかさ。やっぱみんな、あるじゃん。ね。そういうのと違うんだよ。ね。で、しかも、限られた時間ってやっぱゆっくりしたい中で、ちょっとでも勉強していくっていうのはね、やっぱね、これね、わかるんだよな、本当に。ね、わかるっていうか、でもね、やっぱこの人の苦労っていうのはやっぱこの人じゃないとわからないのかなっていう気もするんだけど、やっぱね、そういう中でのっていうのは大変だと思うよ。特にね、高速学習っていうのをブログで紹介してるんだけど、やっぱそのブログでやった高速学習に関して、やっぱやってる人たちっていうのは、同じ悩みっていうのはやっぱ、持ってると思うんだよな。実際に、本当にな、やってんやけど、どうしても、全然覚えられてないじゃんつって、やっぱ前向きになれずにね、どんどん落ち込んでいくっていうのがやっぱね、多いと思うよ。で、まあ、だからね、本当に頼むと、ね、多分高速アニメのところで、俺を信じてくれって言ってたのは、やっぱりね、やってる途中で、今までやってなかったら、信用できないっていうか、それ、あれなんよ。もう、自分を信用できないよね、本当に。だから、精一杯、自分としては本当にやってるつもりなんだけど、でも不安の中でやってるの。果たしてみんなはできてる。でも、私はみんなと同じことができるのか不安だ、みたいなね。だからそういうのがね、あるんで、やっぱね、同じような苦しみをね、感じてるんだと思うんだけど、やっぱね、気をつけておいてほしいな。で、もう一つあるのが、ね、前向きになれません。ね、これあるんだけど、違うんよね。だってね、もう高速学習をやろうとした時点で、もう俺はね、偉いと思う。もうむしろね、高卒認定をね、取ろうとしてる時点でね、偉いと思うんだよね。だから、全然覚えてないってね、ちょっとこう、なんかビックリマークでね、ガーってなってるんだけど、いや、そんなことはね、やっぱね、ないんよ。本当に。
だってね、もうやったことによって、だって少なくとも、例えば、50個ぐらいやるじゃん。ね、やったらさ、もう、そのうちの、確かにね、ほとんど抜けるかもしれないよ。ね、慣れてなかった時にボロボロ抜けるかもしれんけど、でも、多分そのうちの、あ、なんかね、それでもね、5個ぐらいは残ってるかもしれんよ。ね、1割ぐらい。まあ、やった直後だったら本当に、まあ、もっと残ってるとは思うけど、でも仮に1割だとする。ね。だったとしても、その5個分はね、頭良くなってんだよね。それってね、成長だよ。5個だけど。5個だけど成長。ね。ほやからね、もうね、俺は前向きになっていいと思う。だってね、自分が成長してるんだよ。ね。俺はね、偉いと思う。うん。だ、もうね、で、やっぱね、これを、みんなもね、気をつけてほしいの。高速学習はできるだけみんなでやらないと、やっぱり一人でやってると不安でね、しょうがない。とかね、どうしようどうしようとか、伸びてるのかなっていう部分があるから、みんなでね、やって、本当にね、支え合って、頑張ってもらいたいと思いますし、にゃんこさんね、仮名の方には、まあね、苦しくなったらいつでも、メール、メッセージ、コメント等ね、待っておりますので、ちょっとでもね、不安になったり、また、ちょっとでもね、できたら、ああ、ね、できましたって言ってね、メールをくれると、まあね、すごく嬉しいです。やっぱね、そういう風にして、誰かに、と一緒にやるとか、誰かに見てもらう、ね、誰かに評価してもらうっていうのはね、非常に大事だと思うので、実際にね、やってること自体がね、素晴らしいので、なかなか結果は出ないけど、ちょっとずつね、頑張ってみてな。次に言うと、世界史アニメに関しては、三上塾の方に許可を取ってね、ちょっとアニメを増やしましたので、それもね、ちょっと勉強の足しになれば、お手伝いできるんじゃないかなってね、思うところなんで、まあ、そっちも見てみてな。じゃ、まあ、一応ね、ラジオで多分音は切ってると思うんだけど、今ちょっと、ブドウもね、横でこう、つつきましたので、この辺で。うん、うまい。こうカロリーゼロなのにね、まあ、このうまさっていうのは、まあ、なかなかやめられない感じ。うん、いいね、これ。CC レモンのね、ゼロ、意外とハマってます。じゃあね、まあ、もう一つの絡みというかね、高速学習に関しての、意見が来てたので、こちら、ブログのコメントで来ておりますので、まあ、多分みんなもね、読めるかと思いますが、9月23日、あ、違う、これはあれか、H 時代のね、コメントについておりますけど、A さんから。高速学習に関してはね、俺も非常にこう悩むところがあるので、非常に今回のね、意見は参考になるなというところですが、高速学習に関してなのですが、うん、この方法は本当に危険だと思います。うん、これはこういう、こういう公に、これなんだっけな、なんとか住もうの、うん、まあ、公に住もう、まあ、みんなにね、公表するものではない、まあ、そういう意味だと思うんだけど、すみませんね、とりあえず結構肝心弱いからね、頭悪いからね、ダメな感じなんだけど、厳しい言い方をすると邪道であると思います。うん、アニメには本当に感謝していますし、経営のシステムにもお互いに利益がある上手い方法だと思うのですが、うん、それだからこそあのような方法は載せるべきではないと思います。うん、非常にね、ありがたいところですね。ただね、この人は別にね、ウェブタマジックを批判してるわけじゃなくて、もういつもね、やっぱウェブタマジックをすごく使ってくれるありがたいね、人なんよ。で、そういう中でね、ちょっとどうでしょうかねっていうこともあってのね、今回の意見でした。うん、ありがとうございます。まあ、あんまりね、重いテーマをこう、重いっていうか、まあ、大事なテーマなんで、取り上げてはいきますけど、あんまりね、重いテーマばっかりやってると、ちょっとこう、ラジオのね、ふわふわした感じがなくなっちゃいますので、ね。パパーっとね、解説しますと、一応ね、玉先生に関の意見では、ですけど、実際はね、あんまり邪道だとは思ってないっていうか、まあ、いや、まあ、でも確かに邪道かな。ただね、邪道かどうかは俺どうでもいいという正直ね、ですっていうところだね。うん、というのもな、はっきり言って知識とかっていうのは、どんだけ入れたって何の意味もないというか、何の価値もないというか、結局、役に立ててこそ初めて意味のあるもの。だから、これによって、確かにね、この高速学習をした時っていうのが、すごい、これ学校の先生をしてた時にこれを生徒に対してやったよね。で、先生たちからかなりの批判があって。で、なんで、お前がね、理科の先生の癖して、英語や数学や社会とかまで口を出すんだと。で、その生徒はね、全く他の先生の言うことを聞かずに、俺だけの言うことを聞くようになっちゃって。で、お前どうすんだ責任はって言われたんやけど、本当のね、学習の意味を知らずにただ暗記して何の意味があるんだみたいなね、散々言われたんやけど、そいつは人を救う、人の命をね、救う仕事に就きたいって。で、親がね、まあ、正直な話言うと、ちょっとね、仕事を失ってしまったせいで、大学に行くのが、奨学金で行くことしかできないっていうね。だから結局、生活費を稼ぎながら、大学の費用はね、奨学金で賄えるような国公立を狙うしかないっていうことで、勉強始めたんやけど、その子にとってね、成功法で攻めてどうすんのっていう。人の命を救う素晴らしい仕事を目指す人間はね、という正直な思いかな。だから結局それによって、ほら詰め込むだけ詰め込んでね、確かに成功法で素晴らしい方法で。で、結局人の役に立てずにただ自分のためにね、よしパチンコしようとかいうやつと、看護婦になって少しでも人の命を救いたいですっていうこのために使うのとでは、全く意味が違うというか、邪道だったとしてもそっちに俺は意味があると思うので、まあそういう風なやり方をやってるんですよっていうことかな。
まあ、この件に関しては、この辺にしといてっていうか、まあ、これからね、みんなの意見をちょっとずつ聞きながら、取り入れながらね、いろんな、答えの形っていうかね、方向性を見つけていこうかなっていうところなので、まあ、今回はね、これぐらいにして、またね、みんなの意見等をね、聞かせてもらえたらと思います。てなわけで、あっという間のね、10分間。てなわけで、第12回、たまらしゅ。どうだったでしょうか。てなわけでね、まあ、どんどんアニメの方もね、新しいパソコンの方も、資金がなんとなりまして、今度購入しますので、新しい形のね、数学アニメ等もね、紹介できるかと思いますので、そちらの方も楽しみにしておいてくださいね。ってなわけで第12回タマラジオでした。